洗っちゃった、洗っちゃったっていうか洗ったよ。高尾炭治郎さん、のぶさん、やっしさん、ぬまっつさん、なおなおさん、さとるんさん、せいやんさん、まゆせんさん、えいちゃん、F 渋谷さん、たけさん、ポニ太郎さん、ひだりんハットさん、ゆうさん、F 渋谷さん、くにひこさん、なりばあさん、よしひらさん、ほうさん、キャピさん、バルタン太郎さん、ふうくん、ミシェルボイさん、ありがとう。キノも入ったかわいすぎる、嬉しい。もうメールで外したからね。まさとしさん、おやびんさん、コックさんのしげさん、キックさん、せいやんさん、めっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとう。ゆしとさん、56さん、大西くん、くもはさん、みそさん、ありがとう。確かにお風呂入ったってという質問なんかちょっと冷静に考えてみたら普通に答えてたけど、ついさっきメール取りました。ついさっき、ありがとう、楽しみに。もう本当に日常を送ってますね。大掃除お疲れ様、イエーイ。そう、あのね、お話し会が、私研究生がストレート卸しかダメなんですよ。だから昇格もしできたら、多分お話し会とかもヘアアレンジ多分大丈夫になると思うから、それまでですね。だからそう、直接だとお話し会ではね、そう、多分統一でストレート卸しだと思うんですよね。そうなんですよ、私がヘアアレンジが苦手っていうのもあるんですけど、そうなの。アフロ、まあでもそのストレートおろしし、おろしおろしし、おろししかできない時期も楽しんでもらえたらなって思います。逆にそれしかできない時期はもう今しかないから嘘っしょ、思い出すよね。何でもかい、ありがとう。一番かい、ありがとう。でもストレートおろしが好きっていう方もいますからね。でもいろんな自分を見たいって思う方もいますもんね。そうそう、ポジティブよ。おろしし誰誰誰、自分かわいいって、ありがとう。アフロが好きです、言ったな、絶対絶対言ったな、どういうこと絶対言ったなってどういうことねえ。大根おろし、あ、最初からクセ系なんですってねいや、多分絶対言われるよ。高尾、その髪何ってもう私は無理、答えられない。私は答えられない。アフロ好きじゃないよ。好きじゃないって好きじゃないっていうか、
まない。うっしっし、こんばんは。ララ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 さん、ララララさん、もう何でも、そうね、もう何でもみんな絶対可愛いって言ってくれそう。迎えて言ってくれそう、みんな。でも多分アフロはないと思う。多分ないな。多分だけど、もしかしたらいつか何かのきっかけであるかもしれないけどさ、多分ない。てかアフロって何？まず。なんでアフロになった？いつからアフロになった？本当に言ってる？アフロ。あー、私がアバターアフロにしとったけんか、ココさんの真似で。ココさんがアフロやったけん。知り合いにおすすめしてもらってきました。おお、ありがとう。誰だろう。ありがとう。なおよしさん、あおちゃん、りんさん、かずさん、楽しい時間、にゃんさん、たかお炭治郎さん、せいちゃん、みそさん、えいちゃん、おにしくん、ありがとう。そう、知り合いに不思議なことをおすすめされてきました。不思議な子。そうなの。だからすごい今日知り合いの方たくさんありがとう。ままさん、太田さん、ウェイ、ゆかの人。そう、メールに送る写真って私めちゃめちゃなんかあのナチュラルっていうかですよねって思った。ふとめっちゃ髪ボサボサやったりするし、金曜のゲバントに向けて今日うちは作ったよ。ありがとう。早打ちだから覚えてないな。炭素作る子。私も身長測った。すごい詳しい。私身長160ね、153.6 ぐらいでしたよ。え、今日自主練メンバーのみんなが160ぐらい全員あってびっくりしたんだよね。
そう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 。伸びたかわかんない。153.4 ぐらいだった気がするから、もしかしたらちょっと増えてるかもしれないけど、わかんない。みんな160だった。パセリとアンピーとミホリンとパンちゃん、みんな160超えてた。びっくりした。見りたいんだよ。こんばんは。うん、は、難しい。なんて読むんだろう、なんて読むんだろう。ありがとう。重いの。うん、そう、今日の18時からあれだね、広島の直接会ってお話し会の受付が始まってますね。よろしくです。あとツアーの申し込みも今日から始まってますね。そう、広島会場だ。最後ですね。明日七夕か。へえ、早いな。もう7月になってから1週間経つんだな。そうそう、パセちゃん160あったんよね。勝手にだけど158かそのぐらいと思ってたからさ。7月早いね。そう、スケジュールごちゃごちゃなりそうですよね。七夕バタバタちょっと面白かった。563日目、イエーイ。アンナちゃん 159.5 だったって。え、そうなの。え、160何回なかったっけ。おめでとう。あ、唐辛子さん、あ、ありがとう。振り仮名振ってくれて。アンピ160ない。あれ？あれ？そういう話じゃなかったっけ？ちょっと、あれ？うん。なんか160だったみたいな言っちゃった気がした。違ったんだ。なんか全員160かみたいな言ってたんですけど。何？怖い。よし。ループしちゃった。うっかりあんこさん、メガバイトさん、直樹さん、リクトさん、ありがとう。そうそう、なんかさ、耳の後ろが
痛いのってあれですよね、多分クーラーのですよね。私いつもそのクーラーとかさあんまり耳に合わなくてから今日ずっとなんか耳の後ろらへんが痛くなったりしてから、目の疲れなんかな、それかクーラーかな、そうそう耳の後ろリンパっていうのかな、なんか時々扇風機の風にが耳に当たりすぎたらすぐ耳が痛くなるんですよ。だからいつもねあの扇風機私直に当てれないんですよね。いつも足とかにわざと当たるようにしたりとか壁に向けてして空気を巡らせるような形でねしてるんですよ。そうそう私そういう感じなのよ。そうなのよ痛いのよ。あんまりそういう感じじゃなかったのかな。あれもしかしてこういうのってレアなのか。私はえそうなのレアか。そう何直風風を直接は体に悪い。あそうなんだ。だからあのねその扇風機とかよりなんかあのそよ風自然な風は OK なんだけど扇風機とかその人工的な風がなんかね耳に、あ女性にはそういうこと、あクーラー病とかあるの。そよ風爽やかな風ね。あなんか首を冷やさないようにしたいんですよね。手首足首とか首とか私寝るとき絶対首を温めとかないと喉が痛くなりがちだからいつもここまで布団をなしてる喉らへんまで。あ体温が下がってもそういうことかな。あそうなんだ。あなんかこうだからここが痛くなったらあなんか扇風機当たりすぎてかなとか思ったりあとクーラーかなとか思ったりしますね。そうだけど私はあの扇風機もさそういうあんまりなんだろう弱い風っていうかそういう荒い風っていうかにならないように扇風機の羽が多いやつをね選んだんですよね去年かな。なんか扇風機の羽が多いほど自然に近い風になるみたいな見てからだから多分羽がね多分6枚ぐらいかな6枚羽だっけちょっと忘れちゃったけど。そうそう去年はなんか急に高尾ショッピングみたいなのでなんかショールームでなんか選んだんですけど、そうそうシャサーキュレーターとも迷ったけどね二重反転プロペラすごいね3枚多分めちゃめちゃ強いでしょ風が。え、60枚60枚入る60枚入るんだ。そうそう、でも5枚が普通な気がする。そうそう、風が優しいんだよね、6枚は。そう、今さ、羽ないやつありますよね。60万入るかなあ、ジェットエンジン、そっち系そっち系かもう垣根を越えてる系ね。
もう扇風機じゃないけ、コンビニ、コンビニの扇風機、教室に扇風機ついてるよね。でも今はクーラーなんか、今はっていうかえ、昔って、昔クーラーあったっけ。中学校の時ってクーラーないですよね、扇風機だよね。そう、今の時代はもう扇風機が、羽がないよね。私はいつの時代そう、私なかったよね、確か。多分これは違うね、多分なんかこう場所によって違うかもしれないけど、確かなかったような記憶がないんです、ない、んある、んそう、あ、なんか扇風機がないところもありますよね、いろんなとこあるかも。そうそう、だから下敷きしかないみたいな下敷きもね、うん、自画自賛じゃないね、あの持参だからそう、でも同世代だからね、みんなと私は。うんうん、そう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 、ああ、そうだよね、そうそうそう、下敷きめちゃめちゃ涼しいよね下敷きの涼しさすごいよね、教科書とかよりも全然下敷きの方が10倍ぐらい涼しいもんね、すごいよ。そうね、でも下敷きってすぐ汚れちゃうよね、なんだろうあれ、すぐ汚れちゃう。え、待って、下敷きパタパタしすぎて何回折れたかって、待って、それはしすぎ私折れたことはない、さすがに。どんなパタパタ、あー、涼しいのが一瞬、確かになんかわかるかも、だんだんとちょっと涼しいのがあれかもしれない。え、折れるの下敷きって、下敷き禁止の学校も、あ、そうなんだ、会社に下敷き持っていく検討確かに会社とかでも使える。すごい、中学2年生の方がいるんだ、すごいな。折れるの？下敷きって折れるん？え、待って、折れる方、え、待って、結構いるんだけどあ、そういうもんなの？あー、下敷き仰いちゃダメだよみたいな、あー、まあもしかしたらそういう用途じゃないからっていうのもあるかもね。でも今考えたらさ、めちゃめちゃ暑いところにいるのってもうなんか怖いよね。今考えたら、なんかさ、夏の頃ってさ、いかにこの下校するまで水筒の中のお茶を残すかみたいなことをやってた。もう絶対寝る前帰る頃、下校するときに絶対喉が渇くから、それまでもうどれだけこのお茶を温存するかって。結構友達みんなさ、もうないよね、お茶が。でさ、魔法瓶だったからさ、私持ってるやつが、だからずっとね、冷たかったんよ。初見です、ありがとう、てずてずさん、ありがとう。高橋彩香です。え、水筒持ち歩いてないの？
あーそうそう、なんか、ね、水を飲んだりね、学校の水を入れるすごい水を入れたりするね。確かに。え、水筒持ってくのって、持ってかない方もいる。あ、氷をいつ食べるか。確かに、ちっちゃい子って氷めっちゃ好きだった。うん、コップ付きだったかな、どうだろう、コップだったかな、なんか違ったかも、蓋付きだったかも、こうボタン押したらポーってなるやつ。ジュース入れたことあるジュースね。あ、やっぱ様々かもしれない。確かに学校によってそれは違うかもしれない。最近水筒重い、水筒重いよね、めちゃめちゃ重いよね水筒。そう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 、ポンってなる。もうお茶がなくなったらもう水道水飲んでたかもしれない。私もさすがに水飲まなやばいもんね。水筒よって、それはちょっと違うやつ。また頭から水かぶってた。また新しい回が出てきたもはや、もはや水を飲むっていうよりもとりあえず頭からかぶるん。水筒よって、水道ね、水ですもんね出てくるの。でも愛媛の方はみかんジュース蛇口があるから、それを私は飲むのがね夢なんですよ。水道よでもいくら私がこう水をお茶をさ残してもさ、結局友達がさちょうだいって言うからさ、結局自分のなくなるよね。ちょうだいって言われたらさ、もう嫌だって言えんけんさ、自分のがなくなるだけだった。そうだよ。しかも一回喧嘩してたことにもうなんか言われて、でもさすがにもう嫌だって言えんけ、あ、いいよ喧嘩してるけどみたいな。さすがに喧嘩してるね人にお茶ちょうだいとも言う勇気が、まあそれでなんかちょっと仲直りみたいな感じだよね。そうそうそう、そこで和解。そうそう。だからもうすぐ帰るしかないよね。禁止。なんかそお茶じゃなくてそういうスポーツドリンク入れてる人も、あ、なんか私持った友達になんかお茶じゃなくてなんかねジャスミンティーみたいな入れてるね子いました。やっぱりでもそういうちょっとレアなものを持ってくるとやっぱりすごい人気になるからすぐなくなっちゃうよね。それもそれで、
おしゃれだよね。もうなんかちょっと香りでわかるよね、ちょっとジャスミンティーの。レイボースティーも美味しいよね。レイボースティー入れてるでしょ。今はど何でもいいの？今は今は何でもいいんですかね。何でもいいのかな今は。なんかお茶しかダメっていうなんか暗黙のルールみたいなのあったか分からんけど。あーなんかペットボトルを凍らせてくるいたかも。あジュースじゃなければ OK。 確かにジュースはなんかちょっとなんかちょっとねって感じあるよね。ちょっと学校っていう感じがしない感じはあるよね。でも全然もうジャスミンティーとかでよければめっちゃいいけどね。まあ、お茶は何でも美味しいけど。あとねスポーツ飲料とかね。スポーツ飲料はなんかいい感じする。もう今やっぱりもう熱中症怖いし。そう氷系結構さ氷だからさ溶けるのが結構時間かかるよね。マジか。あー桃の天然水あれは水って言っていいんか桃ジュースって言っていいんか。今日も好きありがとう。遠足ね。そうなんかさ時々なんかそう部活とかさ水飲んじゃいかんみたいななんか謎のルールの時あるよねなんか水飲もうと思ったらみんなが頑張ってるのに自分だけみたいなありますよね。そういうルール。ねえなんか本当に今は今はなんかもうとりあえずって感じ。とりあえずもうね、熱中症にならないように。そうそうあるある。だから今もさなんか多分そういう象徴そういうのが残ってる感じがして。だからなんかレッスン中とかもねそう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 なんか水飲んでいいかなみたいなちょっと思うんですよね。なんか聞いてくる子も嬉しい。私はもうそう聞かれたら飲みって飲みって。そう取った方がいい絶対取った方がいい。私世代っていうかうさぎ跳びは私文化部だったからしなかったな。多分運動部だったらしてたかもしれないけどダニじゃない。今は本当にもう誰かが飲んでないからとかじゃなく飲んだ方がいいなって思う。だってそれでさ自分がさ倒れちゃったらさもうその責任はさうんねっどうなるのだなるか。うん。うさぎ跳び知ってる。なんか多分どっかの漫画とかで読んだな。タイヤ引き、タイヤ引き。タイヤ引き懐かしいね。私もタイヤ引きしてない。タイヤ引きってあれですよね。
タッチですよね。タッチかな。なんかしてたような。こんばんは、ありがとう。うん、懐かしいな。いや、私もその小学校の頃に読んでたから、タッチを。なんか懐かしいなっていう思いがある。可愛いです、ありがとう。早起きしてた。重たそう。あー、サングラスかけた監督ね。サングラスかけてるよね。タッチがなんで読んだんだろうな。多分そう、なんでだろう。なんかいつの間にかあったな。私が買ったかもしれないな。結構小学校の頃めっちゃ漫画とパソコンが好きだったから、常にもう本屋さん行ってなんか漫画読んで、買ってきて読んでみたいな。太陽引き。あ、そうだね、お父さんに勧めたかも。お父さんに勧めたのは、そうそう、タッチと多分ドラゴンボールとですかね。リリアですわ。自転車のタイヤチューブに砂を入れて体に巻く。なんか痛そう、重そう。あとはなんだろうな、あとなんか見たかな。あと犬やさ、犬夜叉も超途中まで揃えたけど、なんかなかったんだよな、全巻なくて。少女漫画はね、少女漫画はなんだかな、ちはやふるとか、あとね、そうそう、あれだ、嘘、ん、彼女は嘘を愛しすぎてるだけな。とかとかがめっちゃ好きで、うん、すぐ発売されたらすぐ買ってた。あ、花壇も読んだ読んだ。なんかね、小学校の頃の友達がめっちゃ漫画好きで、もうその子の家に行って漫画をね、めちゃめちゃ読んでた。その中に花壇もあった。ちはやふるはね、映画も見に行ったの。あるあるだよね。うん、ちょっと友達、そう、一人俺だけで全然。そう、めっちゃ言ってた。なんだろう、結構ね、結構パラッと読んだことはあるんですよね。あとね、そう、めっちゃね、なんかね、交換とかしてたんですよ。なんだかな、そう、大原さくら子さんのやつ、映画化されたやつ、あれは私はね、そう、一巻の時からずっとね買ってたので、映画化されたからびっくりした。マーマレードボーイの聞いたことある、ランマ聞いたことある。
いや、ドラゴンボールは貸してないな。なんだっけな。本当にもうね、今あの実家にあるから全然読んでないんですよね。なんだかな。思い出せ。あ、なんかあれも読んだな。なんだっけな。死神のやつ。本はなんか小説だけ持ってきたんですけど、漫画とかはさすがに重くてね、持ってきれんかったな。ブリーチも読んだ。D グレーマンだ。 D グレーマンっていうなんかあの何だろうな、これめっちゃハマってたな。とかあとね、少女漫画はこの先生君主とか、これ友達が持ってて読んでた。ヒロイン失格とか、この幸田桃子さんが好きで読んでた。これこの前も言った気がする。そう、浜辺美波さんの。ヒロイン失格。面白すぎた。ヒロイン資格は本当にあの映画も見ましたよ。ストロボもなんか読んでた。そう、漫画ね結構見た。でも高校卒業してから全然なんか読まんくなったな。読む時間もあまりなかったしな。雑誌とかもめちゃめちゃ買ってたんですよね、高校生まで。私はそう、セブンティーンとかラルムとか、うん、めっちゃいろいろ買ってて それを買って家に持ち帰って
リビングで机に広げて読むのが好きだった。今はね、そうだね、多分漫画読むとしても電子版で読んじゃうな多分。そう、ノンノともいろんなの買ってましたね。ラルムは絶対買ってた。そう、セブンティーンね。なんかそんなあんまり高い洋服とか買えなかったから、高校生の時は。それを見てなんか買った気になって、なんか可愛いなと思ってそれでも満足するっていう感じだった。でも今はもう雑誌も電子ですよね。すごいな。ランズキも買ってた。でもそれ雑誌買い始めたの私小学生の頃からですよね。そっからピチレモンとかなんかとかになったり、ニコラとかになったり、それからそうどんどんと成長していくにつれてそのセブンティーンとかになったり変わっていったんですけど、そう付録もねすごい好きだった。付録も結構好きだった。そうビスもね、あとは、でも今もすごい気になるんですけどね、雑誌。今はまた付録すごいですよね。そうそう、だからね、家にめちゃめちゃいっぱいあると思う。でも一回なんかお父さんが結構断捨離が好きだから、一回すごい断捨離されたような気がする。めっちゃ残してたんですけど、こう押し入れの中に。そうそうね、付録がいい時ありますよね。ずっとね持ってたかったんですけど、こんばんは。いや勝手にではないけど半ば強制よもうノーとは言えないぐらい。さすがにこれだけはみたいなやつは残してもらえたけど、さすがにこれだけはみたいな。そうそうそう。そうなんです。和弘さん、 A ちゃん、吉根さん、釣りけんさん、ありがとう。このギフトの表示が更新してから、更新っていうかアップロードしてから変わったからね、ちゃんと読めてるか分かんないんですけども、アップデートだ。そうなのよ。足がね、だんだんと。
たくなってくるよね。そろそろ質問しようかな。自分の好きなものばっかり話してた。後ろ、あ、これはあれだ、リングライト全然リングライト使ってないな。結局本当私の好きなもの話して食べちゃう。女優ライトですありがとう、そんな風に言ってくれて。たらなんだろうな、顔がめっちゃバーってなるけど、でもちょっと光がね強いね。おー、ありがとう。じゃあ質問していこう。百の質問コーナー、連続配信563日目ということで、今日は63番ですね。63番は記憶力はいいです。記憶力、うん、いいと思ういいか悪いかって言われたら いい方だと思います。連続配信すごい、ありがとう。さきちゃん、そう、確かに昔の話いっぱいしてた後から言いそう。確かに人物に関してはいいと思う。可愛いです、ありがとう。うん、そうだね、振り覚えとかはねあんまり良くないけど、でもそういう人物系は覚えるの早いかも。うん、小さい子の記憶はそうだね、消えかけてはいますね。でも幼稚園の子の同級生の名前まだ覚えてるよ大人っぽい、お、嬉しい。あと人の名前を覚えるのが好きだから、名前が好きなんですよね。だからその漢字とかも多分メンバーは全員覚えてると思う。私
ただこう覚えようとしないと覚えないから、覚えんどようにしとこうと思ったものは全然覚えれん。だけん、そうファンの方の本名もね、そうファンの方の本名は多分あんまり覚えちゃいかんのやろうなっていうちょっと潜在的な本能があるから、あんまり覚えてない時がある。うん、そう。そうです、そうです、そこは出てこないです。そう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 。なんか潜在的にちょっと思ってますね、それは。でもメンバーとかは覚えてる。多分全員書けると思う感じで。なんか難しい漢字以外は。こんな感じの記憶力はいいですね。またしこってた。よいしょっと。誰が難しいかな。でもみんな書けると思うんだよな、私。あー、リンコちゃんとかは確かにリンがね難しいかも。確かに。リンコちゃん難しいかも。うん、先輩方も書けると思う。でもそうだね、難しい漢字以外は。うーん、あー、やよちゃんの時に中広の広がちょっと難しいな。あ、くかさんの難しいかも。あの下の名前は書けるけど、広島のヒロ、やばい、字をこう一直線見てしまったらちょっと目がぼやけてきた。一番簡単、確かにミーヒンさんが一番、うん、書けるね。かわいいです、ありがとう。ふみらいらいさん、ありがとう。うん、ですです。でもかといってね、なんかね覚えないときは
覚えねえから。そうそう、あんまり信用しないでね。歌詞ね、歌詞も覚えやすいと思うけど、どうだかな、あんまり立証できないよねこういう記憶力系は。そんな感じだ。うん、私結構名前漢字で、漢字は憧れありますね。炭酸せんべいさん、ジョニー平手さん、アーツさん、キチネさん、ヒデのヒデさん、トッシーさん、ありがとう、キチネさん。でもそうそう、ひらがながいいよっていうの結構言ってくれるみんな。やかです。確かに覚えやすいよね。なんかあの読み間違いはないかもね。あと書きやすさはありますね。名前の。テストの時とかね、結構良かった気がする。確かにひらがな探しやすいかもね。確かに門脇さんめちゃめちゃ格差あるな。ありがとう。でもさやかちゃんっていっぱいいたよ、クラスとかにも、学年とか、あとアイドルにもいっぱいさやかっていますしね。さやかいっぱいいる。さやか、でもひらがなさやかは会ったことない。結構いらっしゃいますよね、さやかとかあやかとか。
同級生、私のことさやかって呼んでた超普通だね。そんな仲のいい、なんかクラスにね、クラスに同じさやかいても、なんかもうそんな超仲良しとかじゃなかったからね。全然さやかですよ。そんな私のこと呼ぶ人もあんまりなかったし。ひらがなさやか呼ばれ方が、お、ほんとだ、11,161人の方ありがとう、見てくれて。 ST48 ミキ研究生の高尾さやかです。さやんって呼んでください。よかったらフォローしてね。ハートがピンクだよ呼ぶ人好きです、ありがとう。トミーさん、フォローしたわよ、ありがとうわよ。多分そう、多分皆さん、多分一人はさやかっていう名前の人に出会ったそうですね(笑)でも私に出会ってるからも出会ってるよね。名前の由来はね、爽やかなさやかです爽やかな子に育つようにのさやかです。そうだよね、爽やかに育ってる誰がつけてくれた、うん、お父さんかな。本当は愛か、本当は愛かちゃんってかもしれんけど、さやかになった、爽やかに育つようにで、さやかです、それだけ由来は。でも結構生まれた時に決まるっていうのもありますよね。そう、愛か、愛かは愛に香るのカレーアイカですよ。ユダさんはスミレからユウキ、へえ、そうなんだ。全然ユウキちゃんって好きですけどね。うん、そう、それはそう、アイカだったらひだがなじゃなかった感じだった。アイカじゃないよ。アイアンか、アイアンだったかもしれんねお世しかないやん、アイアンだったかもしれんアイアンもんじゃねちょっとアイアンでもちょっと最強みたいな感じですね。確かにちょっとヤンじゃないかもしれないね、さやかのさやんだから。でもよかったな、じゃあさやかでよかったな。やだよアイアンマンはニックネームニックネームアイアンマンやだよ。
トッシーさん、ピーヨコちゃん、ヤツバさん、ロックオンさん、石平さん、サトルンさん、キチネさん、メガバイトさん、エイちゃん、ありがとう。ごめんね、アヤンマ好きだからそんなこと、ごめんねごめんね。でもさニックネームアイアンマンだよアイドルだよ、アイドル。いや、もしかしたらいいかもしれないけどね、そういうアイドルがいてもうん、強そう感がある。もしかしたら最強という意味ではいいかもしれないけどうん、強そう、びっくりした。でもアイアンも私も好きですよ。なんかアベンジャーズって見てて楽しいですよね。しかもアベンジャーズのその一人一人についてこうスポットライトを当てて、また一つの物語ができるのもいいですよね。もう全部見たいもんだし、全制覇したいもん。一人一人あるもんな。ちょっと全部本当に一気見したい。一気に見たい。うん、いいですよね。本当に最強だなと。そうそう、新作あるよね。そう、この前なんかあの100人の壁みたいなやつで、そのアベンジャーズのやつがあって面白かった。明日しかないやん。ね、楽しいですよね見てて。私アベンジャーズに入るん私アベンジャーズ入ってもいいん？そう、99人の壁そう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 、佐藤一郎さんの。あ、100人、100人って言った私え、100人って言った99人だよね、間違えちゃった。一人多かった一人言ってた、間違えた間違えた。でもドラゴンボールのところが結構私も分かった。ドラゴンボールのね、そういう頭ですよ、そこも分かった。なんかピッコロがあのご飯のことを守ってる時にピッコロが言った言葉みたいな、お前といた時間ルル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 みたいな、これはわかるよみたいな、でもやっぱりだんだんと難しくなっていって分かんなかったけどねこう分かった。違うよ。でも絶対一つのことになんかこうプロっていうか、
詳しくなるのっていいですよね。夢中になれるものがあるっていいですよね。99年の中いいよね。やっぱりこう夢中になれるものがあるのとないのと、まあいろいろありますからね。全然何にも興味がないっていう方もいるし、うん、って思った。私はアイドルが好きで、そのアイドルを見てこう元気をもらったりするのってもいいなって思う。でも私はちょっとね、何のジャンルって言ってもそんなあんまり自信はないもんな。99人の壁ができるぐらいには、うん、ありがとう。だんだんと喉が乾燥してきた。私は寝るだけですね。趣味サーヤンっていいじゃん。ね、乾燥注意報。こんばんは。ありがとうございます。まだ見えた。寝る子は育つ。もう半分寝てる。そう、もう私はアイス食べたけん先に。もう食べんでいいです。最近早く寝なきゃと思うんですけどね。なんか早く寝たらさ、その分遅くになんか起きてしまうんですよね。逆に。なんでだろう。アイス食べてるの。そう、明日は七夕ですね。願い事考えとかないと。そう、早寝遅起き。なんでだろうね。うん、ぐっすり寝ちゃうんだろうな。確かに早寝したらぐっすり寝ちゃうんだろうな。明日カルピスの日なの。なんか嬉しいな。あ、そうだ、今日はね、私の大好きなピアノちゃんの日だったんですよ。ピアノちゃんおめでとう。いい そう、りねちゃんがなんかそう送ってくれた。いつものやつ、ピアノちゃんに。ピアノちゃんね、いるもんね。ピアノちゃんがいるから。
アノです。これ自分で買ったんだよピアノちゃんがサンリオショップ行ってピアノちゃんがいると思ってすぐ買った。横向き、超横、横向いてるピアノちゃんめちゃめちゃ横向いてるんだけど可愛いよね。このぐらい、このぐらい向いてるちょっとありえない角度そう、ちょっと角度がちょっと角度、ねえ、ちょっと真似してみた。どっちこっちこっち、そうそう、かわいい。そうで、りぬちゃんが送ってきてくれた、なんかピアノちゃんと何かのコラボみたいな、なんかりぬちゃんが好きなメゾンドフルールみたいなやつとコラボしてた。まさかのこのピアノちゃんが嬉しい。大抜擢です。ピアノちゃんの時代が来てる。ピアノの時代来てるよ。そうそう、りぬちゃん、シナモンくんはじめサンリオが好きだよね。そう、ちょっとね、そう買おっかなと思ったけど、結構結構おおみたいな感じだった。カートに入れる、おーみたいなちょっともうちょっと考えようみたいな感じでした。うんまあそりゃそうかみたいな感じだ。うん、かわいいそう、結構でもなんか今日記念系好きだからさ、うーんって感じですけどね。そういえばなんかこれマッチしてる、いつの間にかピンクで、え、なんかマッチしてる、まさかのマッチ。首の角度、
蝶ネクタイの人。真実はいつも一つ。やばいやばい、ちょっと物化けしちゃった、どうしよう、やばいやばい。ちょっとピアノちゃん面白いな、ピアノちゃんやるね、面白いこと思いつくね、すごいよ。いやすごいよ。きちねさん、恵比寿さん、健太郎さん、あきじいさん、トッシーさん、みつるさん、お、くま、ありがとう。じゃあぜひともピアノちゃんと一緒に。くま。ありがとう。しんじさん、りんさん、まさとしさん、きっくさん、ゆうさん、たかおごんやん、まさとしさん、メガバイトさん、たかおごんやん、ん、りゅくとさん、せいちゃん、あおちゃん、ありがとう。高尾さやか。え、ピアノちゃん？あ、違う、ピアノちゃんは羊。でも私ピューロランドに行ったことがないよ。最近ピューロランドに行ってピアノちゃんに会いたい。なんかよく見たら結構正直な目をしてるんだね、ピアノちゃんって。まっすぐな目してるね。ちょっと この目すごい正直な目してる、よく見たら。ピューロランド行きたい。黒目大きい、うん、確かに黒目しかない。茶色の目だ、一緒だ。ね。正直だ。似てる。そう、ピアノちゃんのさ、カチューシャさ、あるよね、多分。注射したい、ピアノちゃんの。いつか行けるかな。行きたいな。ね、りねちゃんと一緒に行こう。りねちゃんはシナモンくんが好きだから。りんちゃんとも行きたい。そうだね、コラボでなんかいろいろありますよね。
いつかいつか行きましょう。でも結構ディズニーランドとかも行きたい。ディズニーシーとかユニバも行きたいし、ハーモニーランド、ハーモニーランドもない。そう掃除して綺麗な心になってる。サーヤンはサンリオにもいそうやし、アベンジャーズにもいそう、やばい。そうなの。フリエちゃんからめちゃめちゃシナモンくんに似るって、そう、マリナさんからもシナモンくん似てるって言われる。いつかシナモンくんヘアにしよう。ユネちゃんもしてたよね。あー、ジブリの美術館も行きたい。そう、なんかどこだっけ、ないあるよね、ジブリの美術館みたいな。町がどこだっけな、なんか素敵な名前だったような。そう、三鷹だ、三鷹っていいのかな。可愛いです、ありがとう。そこも行きたいな。行きたいとこたくさんだな。予約必要。そうなの。あ、ムーミンの森もね。そう、ユニバーがさ、鬼滅がなんかコラボできたみたいな、ありますよね。レプタのロボット兵がいるって、めっちゃ見たい。もう私ジブリのそのグッズ屋さんでもすごい盛り上がってしまうんですよね。あのね、そのバルスのさ石あるじゃん、あれを見ただけでもすごい盛り上がって、お母さんに見て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 た。でもお母さんあんまり知らんでから、おーみたいな。石、飛行石、飛行石みたいな。そう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 、飛行石があって。そう、なかなか帰らない。結構居座る人。やばいやばい、あともう少しで配信終わる。ね、憧れだよね。キッザニアとかも楽しそう。欲しいよね、ペンダント。なんか知らないけどすごい欲しくなんですよね、飛行石。いつ使うんって感じだけど。そう、めっちゃはしゃいでる。とか、なんかこのトトロのいろんなフィギュアみたいなの見て、あ、これはあの時のトトロで、これはこの時のトトロでみたいな。売ってる売ってる、びっくりしたもん。あとジジとリリーがおって、ヌコバス乗った時、ヌコバス乗れるの？今なんか顔なしのさ貯金箱あるよね。こう顔なしがこうしてて、そこにさこうなんか10円玉か何か置いたらそれを食べてくれるんよ、顔なしが。あれすごいよね。猫バス乗りたい。名古屋にメイとサツキの家がある。へえ、そうなの。そうそう、パクッ食べるね。結構そう、前からある。しかも結構いろんな場所にある。
行きたいですね。いろんなところに行ってもいい日常になったらいいけど。そうそう、金を出せ千を出せってね、ガーみたいな。うん、今はねちょっと難しいけどね。ね、行きたいとこって言ったら結構迷う時あるけどさ、こういう時めちゃめちゃ行きたいとこ出る。なんか今日眠そうな顔してるな自分。ね、日常が戻るといいね。じゃあ壇上読もうかな。ね、握手会とか私もしたいです、めっちゃ。ね、左目めっちゃ、最近左目めっちゃなんていうの、腫れるっていうか、今日はもう腫れてない。可愛いです、ありがとう。うん、もう寝るだけです。じゃあ読もうかな。How are you doing? Showroom. Thank you.今日の1位は吉平さん、ありがとう。2位は四つ葉さん、ありがとう。3位は F 渋谷さん、ありがとう。4位は A ちゃん、5位はまさとしさん、6位はスイヤンさん、7位は楽しい時間にゃんさん、8位はマイセンさん、9位はロックオンさん、10位はメガバイトさん、11位は高尾炭治郎さん、12位はリンさん、13位はみつるさんでした。きちねさん、大西くん、あおちゃん、たかおごんやん、さとるんさん、せいちゃん、しんじさん、かずさん、きっくさん、けんたろうさん、えびすさん、ちくわドーナツさん、なのさん、ずーさん、さてさま、かんてさん、がっちゃん、さんぱちさん、ごじゅうアップくん、いくごぴょん、34位がのりふみさんでした。へい、おめでとう。いい答えが起きると思います、ありがとう。トッシーさん、クモハさん、よっちゃん、大地さん、リンさん、ヤシノリさん、ゆいちさん、みつるさん、えいちゃん、このありがとう、このハイビスカスみたいなやつ、ありがとう。えいちゃん、まさとしさん、お、クマだ、ピアノと一緒に、リコちゃん、ありがとう。なるみさん、ありがとう。ピアノちゃんだよ。そうそう、鬼滅のやつめちゃめちゃ行きたい。ユニバのなんか炭治郎のあの水の呼吸がなんか味わえるとかなんとか書いてあったような気がする。うん、ありがとうね、今日も見てくれて。
ね、大阪あの直接会って行けるけど、多分いには行かないと思います。そう、炭治郎の何か、うん、水の呼吸がなんちゃらみたいな。でもやっぱりそこに行くにはやっぱり鬼滅が好きなメンバーと行きたいな。ありがとう。でもきっとヒルナンデスとかでなんか特集がありそうだ。結構鬼滅好きなメンバーおるんかな。えいちゃん、せいやんさん、ありがとう。おやすみなさいです。そう、昨日メールで言ってたこの目のここが、そう、めっちゃ開いとるんよね。そうなの。誰も目、そうなの。そう、でも最近気づいた、そのことに。なんか言われて気づいた。なんかその目頭メイク上手だねって言われて気づいた。それってなんだろうと思って。そうそう、意外と自分そういう目やったんやなと思って。うん、でもそういうのって自分で気づかないからさ、すごい。また来ました、ありがとう。あ、今日もありがとうございました、一日。今日は本当に有意義な時間が過ごせた気がする、いつもより。うん、確かに猫ちゃんってここめっちゃあるよね。確かに、そういうこと。お疲れ様、ありがとう。あ、私今日豚しゃぶ作ったのに写真送るの忘れてましたね、メールに。あらま。ではでは。またね。うん、明日もこの時間帯ぐらいになると思います。バイバイ、おやすみなさい。ゆっくり休んでね。